はい、こんにちは。西脇フレンドリースクール事務局の松浦です。西脇フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版本日のテーマです。集団行動がうまくできるようになるための方法です。それでは、西脇フレンドリースクール市長の今野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします、はい。これ知りたい方多そうですね。<coughs> <coughs> そうですね、はい。大丈夫ですか <laughs> 喉のイガイガが <laughs>、はいね。やっぱり小学校受験では集団行動はさまざまなところで試されますからね。 そうなんかそんなことするとすごく何かとかってみんな思うと思うんですよ。ますよ <laughs> うまくなるための方法、はい、これはね集団行動をどうやってやるかを先生が教えること。うん先生が教えるやり方を教えることそれはその関わり方みたいなこと <laughs> <う><ー>例えば、はい、こういうそ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 うするかうかあの <laughs> なんてそうのう はいろんなことをねケーススタディを教えたくるみたいないろんな場合,場合、うん、だからこういう子がいるかもしれないとかそういうこうやっぱりねシチュエーションっていうか場を作るんです、うん、それであのー、高校みんなで例えば研波をしましょうとかこれだけのものがあるから遊びましょうじゃあ遊んでみましょうとかねで やっぱり集団行動なんかのテストとかっていうのも結構あったりするから、まあ、模擬テストみたいなのに、はい、こう <coughs> やっぱりお母さんによってはうまくさせようと思ってそれ、うん、で全く見ず知らずのところでやることがすごくいいと思ってるみたいなんですよ。はい、だから <coughs> そういう人たちが40人も50人も集まるようなところとかねに我が子を入れたらば。 がが子を入れるることと集団行動が上手になると思うんですよ模擬テストとかそういうのもあるから。えー、だけどそれは全然嘘で、あで、のーはい、子供はまだねそういうこう私たちはそういうことしたことないんですけど <laughs>、あのー、そういう知らないところに入れてみるような試験なんて受けたことないんですよ。はい、でも、まあ、人数がうちもそんなに多いわけじゃないんですけど <laughs> でもその中で。 まあそういうふうなやり方とか集団行動とかっていう別にそういうクラスがあるわけじゃないんだけど普段の授業の中に取り入れることによって、うん、うちの生徒たちっておかしいぐらい集団行動はいつもね点数いいんですよあの、はい、もしとか受けても。である学校なんか受けてもなんか集団行動は問題ありませんんとかってよよく言われるんですよね、うん、<laughs> だからそのじゃあどうしたら上手になるかっていうのは本当にその。 やり方を教える。<laughs> 例えばあのー、最近はやらないんですけど <laughs> 小学生使って運動意地悪な子になってもらうとかね運動 <laughs> 意地悪なことを縁起用なのにこんなに意地悪な子だったかしらと思うぐらいその、まあ、今はあのな,かなかなか機会がなくてねできないんですけど昔はそういうふうにやってこうやってつっつかれたらどうするかとか。 積み木積んでるのにわざと壊とそう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 壊されたらどうするかとか、うん、そういうこう集団行動において起こりうるそういう問題点をやってみるんです。例えば本当にひどいとあの持ってる事件表破られちゃうとか。でも実際あったことですもんね。実際ありましたよね。ねうん。でそういう場合にどうするかとか、そういうこうあのシチュエーションに対しての 対応の仕方例えば貸してっていうのに貸してくれなかったとじゃあどうするかとか最近は、まあ、いろんなデータを取ってるんでいろんな子たちがもう過去何十何年そういうあの試験に行っちゃこういいうい子がいたああいう子がいたたあてて報告してくれるんですようん、うん、だから、あのー、そういうね集団行動の練習をすることよりもそういうふうになった時にどうするかっていうことをすごく教えることがうん、うんうん やっぱり集団行動が上手くなるあとはあの例えば何だっていいんですよ積み木をつるんでもうん、うん、積むんでもドミノ倒しでもまあ大体そんな2つぐらいやれば大体見当つくんですけどそうやってその例えば倒しちゃったら「ごめんなさい」って言うって言うんだよって教えてでじーっと見てて。 ね、な,んかなかなか立たずにザザザっとドミノなんかいっちゃった時に何も声がしないとそれはもうねちゃんと誰かな今倒したのはそれはあの、ごめんなさいって言うんだよってでまあみんなはいいよとかって言うし例えばじゃあこういう場合でこれを使って遊びましょうって言われました。ね、で私がその生徒になって「嫌だよこんなのやりたくないよ」。じゃあね。 何がしたいのってそういう時はどうするのって何やっても、うん、じゃあハンカチ落としようとか何しようっても、うん、い嫌だよそんなものやりたくないよってそういう子だって中にはいるでしょってそういう時にどうするかとかそうするあのー、まあねそうなったらじゃああなたは何がしたいのって聞いてみたらとかね、うん、そういうふうにこう聞い,聞いてみるんですよ。ここううううううななっったらこうだんでですそそそれでそういう同学年とばっかりの で集団行動練習したってうまくいかないんですよ。その積み木積んだりとかドミノ倒したりとか、そこの中にどうすると思いますか？毎回やるんですけど。下の学年の子入れると。そう年中とかね。年少とかね。いるんですよ。それぐらい。予想外のこと起きますね。そうそういう子って結構実際試験にもいるので、わざわざ年中の子とか年少の子に入ってもらうんです。要はその精神年齢が幼い子を想定して、そう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 。あの。 そういいううことやっぱりいるから <laughs> そうすると今までこう積み上げてきたものがうん、うん、やっぱり思うようにいかないですよね。ね年長の同じ年長同士で、まあ、特に今なんか訓練受けてる子たちばっかりだからうん、うん、練習したりねうん、うん、うやるからそうあの、こう来たらこう答えるみたいなことをこうもう勉強してるけどそこへ年少とか年中がポロっと入るとやっぱりね、あのー、崩れるんですよね。はい、で、その崩れた時に <laughs> どう対応するかとかと、うん、昔あったんですけどあの集団で <laughs> 海の絵を描くっていうのがあってある教室でもやってたんですけど、うん、そこはあのクラス別に分かれててあのすごくできるクラス中くらいのクラスまで,できないクラスって大体3グループに分かれててそれであのいつもできるグループにいた子がいて、うん、当然そこでもね あのやってたんですよ、はい、その海の絵って書いてたの知ってたんで <laughs> それでフレンドリーをほらそういう、あのー、成績順にクラスを分けてるわけじゃないから、ね、結構いろんな子いるんですよ。<laughs> それで海の家を描かせたら <laughs> そのできる子たちのクラスの中にいた時はちゃんとみんな<笑><笑>、あのー、同じ方向に人も描いたり何だりも描いたりしてたからそんなにこう喋ったりする。 必要もなくかけてそのうちはそういうふうにしないでまあたとえ2つに分かれるにしてもすごい子入れ,て入れて分けたりして、はい、わざわざできる子はそのすごい子がいる方にあの入れてみたりするんですよ。そうするとそういういい子たちばっかりの中でやってきた子ってそういう例えば。 ね、自分たちが海にしようと思ってるところに突然人描いちゃったりとか変なとこにタコ描いちゃったりとかそれでこっち向きにあのみんな同じ方向にアリバって描かなきゃいけないのに、ねうんね、それをあのこっちをこう砂浜にしてとかって決めてるのにそういうこと話聞いてないからいろんなところに描こうとしてそれが止められないんですよ。 え、なんでこんなところにこの子描いちゃうのってむしろ、ね、こう不思議になっちゃってうん、うん、だからそれでもダメなんですよし、うん、で知らないところにその自分の子供をボンと入れちゃうと意外と幼児だからあの親はよかれと思ってその知らない集団に入れるけども子供にしてみたらもうその知らないところにの中のに入ったっていうことだけでこうトラウマになる。

ななんていうのかなやってみるということが、うん、大切かなってだから集団行動がうまくできるようになるためっていうのはそういう集団行動のクラスだったりなんだりじゃなくてその集団行動のやり方を指導者が教えるっていうこと身をもってそれが一番うまくなりますね。 避難訓練みたいな話で <laughs> 実際でない、ね、そう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 、うん、それであの異年齢の子たちを入れてみてその中でもうまく遊べるかとかそういう,こう小学生結構小学生なんか入ってくれたりするんですけどけす、ね、そ,うそうするとこう小学生が声をかけたりするのを聞いて、うん、あなるほどこうするんだなとかねだからたくさんの人数が集めて 集団行動っていうんじゃなくて集団行動にはもちろんみんなと何かをしなきゃいけないっていうこととうん、うん、その何ていうのかな責任うん、うん、責任ある行動っていうことも結構大事なんですよね周り見れてないから危険ですけど、ね、<う>例えばこう積み木を積み立てていくんだとしたら、うん、最初はみんなわーとかってやってるんですけどうん、うん、そうじゃなくてっていうかね ね、じゃあ私積み木を持ってくるからとか高いところになったらやっぱり低い人は積めないから無理して積まないでじゃあ、あのー、背の高い子にこれじゃうん、うん、あの背が高いから積んでとかねそういうふうにやるんだよって教えるんですよ。だから全体を見てね。そうそうするとまあ積み木じゃないにしてもうん、うん、そういう何かを組み立てたりまあよく紙コップとかってそういうのあるけど、はい、そういうのだってだんだん高くなっていったら自分がやるやるじゃなくて <laughs> あ,のあなた 背が高いからじゃあやってとかってその声かけしただけでジャランジャランと点数が上がっていくんですよ、ねうん、やっぱその先生のアドバイスを聞いていく中で子どもはそのある意味一歩引くとかちょっと提案するとか<う>あ<の>やり方をねやっぱり、ね、教えてあげないと集団行動って何回クラスがあろうが何しようがともにかくやり方を教えないとこういう場合にはどうするかとか。うんうん だからうちはその集団行動がうまくいってるっていうのはもう徹底してやり方を教えるから、はいうん、そうすると子供もるどももこういう場だからこういうふうに例えばおままごとなんかだともう絶対ねおままごとなんか喧嘩になるから行くなって私はよく言うんですけどまとなんんんかうまくくででできてるんですすよ。よ。それも子供に言っとくんですよあの、大体いいね人形に対して洋服が少ないとか。うんうんうん うんそれからこう、うん、おままごとするのに、うん、ひらひらのエプロンが人数分ないとか2枚とか3枚うん、うん、それうまくだけど中にはね貸してくれない人だっているしうん、うん、そういう時には無理に借りなくていいよとかもうみんなお母さんとかになりたいなりたいって絶対ねそれ揉めるから <laughs> そうなったら、あのー、自分はすぐに降りるとお母さんやりたいの中に入らないと。うんうん 私子供でいいわっただって試験だけなんだなんだからってよく言うんですけどそう、猫でもいいとかね、うん、なんかもうそんなんでいいからみんながやりたがらないものを引き受けて絶対お母さんがいいお母さんがいいの仲間には入んないとかねそう,、うん、そういうこう、いろんなシチュエーションあるじゃないですか自分の持ってる <laughs> ビー玉を欲しいとか言ってうん、うん、強引に欲しい でも私だってこのビー玉欲しいそれは分かるようん、うん、でもテストだからこれが欲しいったらどうぞってあげればいいうん、うん、何でもどうぞってあげなさいって <laughs> ねそしたら自分が遊んでるものに誰かが来たらどうぞっていうそういうこのみんなの仲間内の中でそういうことを教えるっていうことで結構子どもはうまくできるようなそうだと思いますよ。はい ぜひちょっとこれからも実践してみていただきたいます、うん。だからこういうものはね、はい、あのー、コースに入ったりなんだりしてやるもんじゃなくて、逆に指導者が教え、うんうん、やり方を教えるっていう。うん、なるほど、ね。それがね、あのー、成功の秘訣だと私は思ってます。はい、はいはい、ぜひ参考にしてみてください。はい、ありがとうございました、はい。ありがとうございました。では教室からのお知らせです。西尾木フレンドリースクールでは相談会を行っております。由美先生がマンツーマンで皆様の疑問質問にお答えいたします。 実際、教室に来ていただいても構いません。また、えーまあ、時期が時期ですのでねあの、また遠方にお住まいの方などもいらっしゃいます。Zoom や電話などもご対,対応可能でございます。体験授業も受付中です。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。 また、小学校受験関係ですね。面接特訓や願書添削も行っております。また、スポット的にフレンドリスクでは利用できますよというものですね。小学校受験総合対策講座もございますので、ぜひこちらもご検討ください。えどの講座やサービスも現在ご覧いただいている YouTube の概要欄というものを開いていただくとリンクが貼ってありますそので見、見ていていただければと思います。えー、面接特訓や願書添削は、お、え、盆、ー、期間中も受付中ですので、お気軽にどうぞ。 連絡先です。電話番号三0333900750番。メールアドレスは info-school.com です。教室では引き続き小学校受験、幼稚園受験、海外での教育、英語教育など幅広いテーマでお話をしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。ということで、本日も最後までありがとうございました。それでは失礼いたします。